はい、ですね、ここで打つんだっていうレッスンがよく横行してるんですけど、まあここで打つ、ここで力を入れて打つ、まあ力入れないわけじゃないんでね、ここでためを作るのは大事なことなんですけれども、逆ですね、スイングっていうのはここからこっちでですね、この辺でインパクトで加速させないと球は曲がってしまいますよね。そういうことなんです。ですからああいうレッスンは間違いだと思いますね。背中がですね、これ今背中のレッスンのやつを、ここね、はい、ここで、レイトヒットするんですね。ですからここで、今映像が止めやすいのはスローダウンするんですよ。レイトヒットまだ当たってないんですね、ここでね。でこれまだこの手がね逆転するんですけどね、右がこう、上に来るね。で右手が上に来る、こうレイトヒットがこの左手の回転によって生み出されるわけですね、はい。このインパクトの形っていうのはまだインパクトになってない、だけどここで瞬間的にもうインパクトするんですね、次の瞬間ね。ここですね。でここでそのスピードが入るわけね。まあ今こういうスイングの形をしてる人がこの形ですね、この形ができないと、ちょっとクラブ見えませんけどね、ゴルフスイング、まあ力の入れるところが皆さんわからない人がね、いろんなレッスン見てレイトヒットができてないと、今のインパクトのところが一番大事なんでね、ここですね、これまだこうはめてる時計が上向いてますね。これ間違いに見えんですけどね、一瞬ね。ところがこの手がですね、今ここの瞬間でまだ当たってないんですよ。レイトヒットする、ここでこれですね。入れ替わるとポーンと飛ぶわけね。この形になるわけですね。この形ができないとなかなかゴルフは難しいんですよ。これがマリンスイング。いいですか？はい。まあ以上です。